文武両道。どうもちゃん、篠原です。今回はですね、もう一本の動画丸々かけて部活をやれということを話したいと思います。はい、文武両道でいきましょうということですね。で、とりあえずですね、この動画は、まあ、なんで文武両道しないといけないのかっていうことで、もうすでに、まあ、部活と勉強両立してやってるよっていう人は、まあね、もうこの動画見てもしょうがないと思うんですけど、まあ、やれてないよ、あるいはちょっと部活やめようと思ってる、勉強のためにっていう人に向けて話します。で、ですね、まあ、正直僕は、まあ、勉強大事だよ、学歴大事だよっていうことをずっと言ってるんですけど、学歴よりも大事なものがあって、それは何かっていうと人付き合いがうまいことなんですよね。どんなに頭良くてもやっぱり人付き合いが下手な人って損するんですよ。で、アホでも人付き合いうまかったらなんかうまくいってたりとかするんですよね。で、例えばですけど、お金っていうことで言うと、まあ、学歴関係ないですよね。まあ、もう芸能人とかね、まさにそうですけど、もう高卒とか、なんだったら中卒とかでもすごい巨万の富を築いている、まあ芸人さんいっぱいいますし、まあ確かに学歴があって、でいい大学からいい会社に入って、でそのいい会社で定年まで勤めたら3億になりますけど、まあ3億なんですよ。で、まあ、そういうことなんですよね。で、何が言いたいかっていうと、学校は勉強する場でもあるんだけれども、勉強以外のことを学ぶ場でもあるんですよね。で、それは何かっていうと、まあ、一言で言うと人付き合い、対人関係ですね。まあ、受験勉強が対心理、なんかその学問とか、何らかのその心理ですよね、断りとかそういうものを見つけに行くのが勉強だとするならば、人付き合いですね、例えばですけど、まあ、友達との付き合いとか、お金の貸し借りはやるんだったらちゃんとしないといけないし、お金を貸すときはもうあげると思って貸さないと後で揉めるとか、なんだったらもうその場で紙に書いて貸したっていうことの証明を作るとか、なんかそういうことを、まあ、しないといけないわけですよ。で、しないといけないわけですよとかっていうのを学ぶ場なんですよね。で、部活っていうのはまさにその人間関係を学ぶ上で一番いい場なんですよ。で、まあ基本的に自分の失敗が仲間に迷惑かかるっていう場なんですよね。で、あとまあ勝ち負けっていうのがあってはっきりしていて、で、あとまあチーム同士でやるから、チーム同士のそのなんでしょう、上手い下手っていうのも分かっててみたいな、まあ、ごまかしとかも聞かないわけですね。で、あとはコーチですね。コーチとか、顧問の先生との関係もあったりとかして、なんか、なんでしょうね。変なことができないわけですよ。人間関係があるから。で、これが分かってないと、やっぱり何が変なのかが分からないまま、大学に入ったりとか、社会に出ちゃうことになるんですよね。で、僕個人の意見としては、僕も人間関係作るの下手くそなんで、わかるんですけど、なんでしょう、学ばない、どっかで学ばないと、損するんですよ。しかも、大人になってそれに、ああ、人間関係俺下手だな、なんとかしなくちゃって思う方が高くつくんですよね。で、中高生の時に、多少人間関係が崩れるのは、まあいいじゃないですか。まあ、所詮ね、中学校か高校の3年間友達がいなくなるだけですよ。大学でそうでもいいんです。大学の4年間友達いません。まあいいですよ。ところが、社会に出て会社に入って嫌われるってなると、大損こくんで、本当に何億単位で大損こくので、僕としてはですね、部活はぜひやった方がいいですね。そこで、対人関係を学ぶっていうのが、お金っていう意味でもいい。で、あと、受験でもそうです。受験勉強でも、例えばですけど、なんか、部活がテーマになる現代文が出るとか、あるいは恋ですね、誰かのことを好きになる古文だったらよくあるじゃないですか、そういうような文章とか出た時に、まあやってないと何も分かんないんですよ。だから、まあ、部活やらないんだったら彼氏彼女ぐらいは作った方がいいです、無理やりでも。だからあんまり好きじゃなくても好きってことにして告って彼氏彼女の関係になっとか、なっといた方が僕はいいと思います。人間関係って人間関係の中でしか学べないんですよ。で、まさに部活っていうのはその人間関係を学ぶ上ですごいいい場です。で、
僕はそれですごい得をしています。柔道やってたんですけど、ですね、僕同級生の友達があんまりないんですよ。で、あんまりいないというか今ゼロなんですけど、ゼロなんですよ。で、代わりになんかね、10歳上とかの社長さんにめちゃめちゃ気に入られるんですよ、僕。なんでかわかんないですけど、まあなんでかわかるんですけど、なんでかっていうと、僕は柔道やってたんで、そのちょっと目上の人との付き合い方ってわかるんですよね。目上の人とどういう風に付き合って、どういう振る舞いがそういう人たちに対して可愛いと思ってもらえるのかっていうのが、なんとなくわかってるんですよ。なんとなくわかってるし、自然に身についてるし、礼儀正しさみたいなところも部活で学んだので、やっぱりそういうところの、まあメリハリみたいなところっていうのが、なんとなく僕わかるんですよね。ただ、じゃあなんで同級生の友達がいないかっていうと、まあ会社辞めたっていうのがでかいのと、あと、まあなんでしょうね。まあ、多分ですけど、同級生からしたら、まあ気に入らないですよね、こんなやつね。会社辞めて自由にやってますとかって気に入らないと思うんで、まあそれもあると思うし、あとまあ僕自身連絡取ってないです、あんまり最近。まあ、取る機会がないからですね。っていう、まあ、いろんな理由があって、まあ、僕は同級生には友達がいないですが、ちょっと上の人、で、しかも、社会的に成功している人にめちゃめちゃ気に入られます。それはなんでかっていうと、僕が兄弟卒だからではないです。全国模試で1位取ったからでも、偏差値70取ったからでもありません。僕が部活をやっていたからですね。柔道場で、礼儀作法みたいなものを叩き込まれて、で、まあ、なんでしょうね、まあいろんな思い出もありながら、チームに迷惑をかけたり、まあチームをサポートしたり、まあいろんなことをしながら、やってきたからだと思うんですよね。です。だから、まあ僕個人としてはですね、文武両道が一番いいです。もちろん部活バカになるって話じゃないです、部活バカは部活バカでいいんですよ。ただ部活バカになるんだったら、それ相応のリスクは負わないといけません。だからなんでしょう、やっぱり学歴があった方が高い収入の仕事に就きやすいのは間違いないんです。年収1000万とか欲しいんであれば、やっぱり高学歴であってほしいですね。ところが部活バカだと、やっぱりその辺は年収1000万取ろうと思うとちょっと大変です。なんかちょっと大変か、慣れたとしてもなんか50歳とかになるんで、やっぱり僕はですね、基本的には文と武の両道ですね、両方をうまくやった方がいいかなと思います。で、あとやっぱりね、部活やってる人の方が直前の勉強は強い。で、あと集中力も半端ないからすぐ成績上がります。これは僕が教えている経験上ですね。やっぱり部活やってる人はね、もう直前期の追い込みが半端ないですね。体調が心配になるぐらい勉強してくれます。で、あとやっぱりね、集中力があります。だから大体僕の生徒で、部活やってる人は高2だと学年順位がすぐ上がります。で、高3だと部活やめてからの追い込みがすごくて判定が良くなるってことが多いですね。学年順位はもう僕の指導の場合無視してるんですよ。もう判定、そのどこどこ大学に受かりたいっていうその過去問演習の出来とかを評価してるんで、あれなんですけど、まあとにかく合格に対する馬力がやっぱ違いますね、部活やってる人は。ですから、文武両道はですね、受験でも有利だし、人生設計上も非常に有利です。個人的な経験上ですね、もう本当に値千金ですね。僕まあ一応柔道黒帯なんですけど、黒帯とかもうどうでもいいんですよ本当にもう黒帯だし、一応まあ大会でもそれなりの結果もありますよ。賞状も何枚ももらいました。だけど、あんなの賞状なんてただの紙切れなんですよ。所詮なんですよ。得たのは、そこからいろんな経験ですね。人間関係とか、勝負っていうものに対する向き合い方とか、まあ、コーチからの理不尽な命令とか、なんかそういういろんなことを経て、対人とどう付き合うかっていうことを体で学んだっていうのは、もう本当に、もう、金じゃ買えないですね。やっぱりそれぐらいの価値があるものでしたので、ぜひ、文武両道をね、やっていったらいいのかなと思います。まあ、いわゆる常識っていうものが、身につきやすい。僕はなかなか非常識な人間ですけどね。僕は非常識な人間ですけど、それでもまあ、部活でかなり常識は叩き込まれました、やっぱり。まあ、良かったと思いますね。
はい、ということで、まあ、今回文武両道で行こうっていう話をして、で、特にですけど中3でこの動画を多分投稿している時期で言うと、まあ、これから高校に行こうと思ってる段階で、まあ、部活に入ろうかなどうしようかなって悩んでるぐらいの時期だと思うんですけど、まあ、次回ですね、どういうような感じで文武両道をやればうまくいくのかっていうことを話したいと思います。ということで今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。